はい、20-0-5-1-4、木曜日、0958、ということでございます。ソイガマシンの方で、報告いたしましょう。森の音を、作っていくというプロジェクトで、いろんなこんな音色とかこんな、サウンド、フルートとかマレット使いたいよみたいなことを言ってて、2日3日ぐらい経ったんですかね。今どんな感じになってるかと言いますと、まず、その音色とかを、組み立てる前に、その土台になるリズムというかシーケンスというか細かい音みたいなものを、部品的にこう作っていこうかなっていう修作を始めております。過去に自分が作った、曲を BPM60 か120ぐらいに、揃えて、でそれを、2秒の、小さいファイルに、まとめて、それをいろんなバージョンを作っております。で、2秒1秒2秒1秒2秒1秒みたいな感じで5個並べて、それを、15秒 の、作業ログを、保存するような感じのファイルに、収めているっていう感じですかね。今、昨日から、3種類ぐらいの、そういう2秒ごとの部品を作るファイルを作ってるんですけど、このログファイルを、こっちのソーイングマシンのチャンネルの方でも、ファイルそのまま、アップしてみようかなと思っております。結構自分が作業している途中の段階とか、ここに仕上がっていく音がこういう風になるこの前の段階みたいなものもあって、逆にそれもなんかこう5秒とか適当に切り取れば、使えるんじゃないのかなとか思って、また新しい何て言うんだろうな、ファイルの利用の仕方とかも結構見えてきてるかなと思っております。とりあえず以上でございます。ということでした。それでは See you。